日本画というと、古いイメージをお持ちの方が多いかと思いますけれど、この院展は上は80代から下は20代まで、さまざまな年代の方が出品しております。824点の応募の中から351点が力作が選ばれて展示されております。今回私はメイクをモデルにして描きました。ポーズを頼んだところ、食後でしたのですぐに寝てしまいまして、でその姿が絵になるなと思って描いたのがこのカリネという題名の作品です。女の子がまどろんで暖かい空気の中で寝ている姿を、素直に描ければいいなと思って描いた作品です。